ブルーノ・コンティは、イタリア・ローマ県、ネットゥーノ出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。1982年に、イタリアが3度目のワールドカップ制覇を成し遂げた時の中心選手の一人。技巧的なドリブルと、豊富な運動量が持ち味で、イタリア代表として1982年のワールドカップ、スペイン大会では、 マルコ・タルデッジと共にゲームメーカーのジャンカルロ、アントニオニオサポートし3度目の世界制覇に貢献。大会のベストイレブンにも名を連ねた。クラブではエースローマの下部組織で育ち、1973年にプロ契約を果たすが、当初は出場機会に恵まれずレンタル遺跡に出される日々が続いた。その後1979から80シーズンからはレギュラーの座をつかみ、 パウロロベルト・ファルカンラと共に1982から83シーズンのスクデット制覇に貢献した。翌1983から84シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは決勝戦に進出、決勝のリバプール FC 戦の開催地は地元ローマということもあって圧倒的優位が予想されたが1から1の同点のまま PK 戦に突入。 PK 戦の二人目のキッカーとして挑んだコンティは、この PK を失敗し準優勝という苦い結果に終わっている。その後、1991年に現役引退するまでローマでプレーを続けた人気選手であった。引退後は指導者の道へ進み、ローマの下部組織の監督等を務めていたが、2005年3月14日から2005年6月30日まで暫定的な ローマの監督に就任。現在はローマのテクニカルディレクターを務めている。息子のアンドレア・コンティ、ダニエレ・コンティもサッカー選手で、共にローマでキャリアをスタートさせたが、2012年現在、兄のアンドレアは AC ベッリンツーナ、弟のダニエレはカリアリに所属している。ありがとうございます。